はい、どうもりょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。さあ、ダークネス続きやっていきましょう。まあ、夜にね、なりました。すっかりあたりは暗くなって、夜のゾンビがまたね、うじゃうじゃと、そこら中に湧いております。これは見つかると危ないな。おとなしくしておきたいところだ。よし、松明設置。とりあえず方向性を考えていかないとな、序盤のね。まあまずはクエスト、この辺のクエストをね、終わらせるためにやっていきましょう。まあこの前回受けたこれもあるか、宝探しも行ってもいいけどな。まずはでもクエストだな。これぐらいだったらすぐ終わるしね。とりあえず夜でも集めれるものは集めようかな。多分バレるだろうけど、もうすでにバレてそうだな。近いからチェスト開けたらバレそうだな。そしてスキルはスキル4ポイントか。なんか空き缶めっちゃ蹴っ飛ばしてる音が聞こえる。やべえな。まあとりあえずまだスキルポイント少ないし、ツール系とかなんかだいぶ変わってるな。アップデートになってなんか変わってるな。猿でもわかるプログラミング。プラミングってなんだ。プログラミングじゃなかったのか。まあ、とりあえずザウルスだな。ザウルスとヘルスナットも上げといてもいいけどな。結構足音がガチャガチャするぞ。怖いな。ツールクラフティング。これはレベルだよね。まあまだまだだ。サバイバー、ミュール。パルクールも取っておくか、一応。あんまり一じゃ意味ないけど。叩いてる。めっちゃ叩いてるわ。バレてしまったようだな。まあじゃあ仕方がない。とりあえずチェストに荷物をぶち込んでおこう。とりあえず逃げれる準備もしておかないと。脱出をしないといけないかもしれない。ああ、結構いるね。結構いるぞ。サバイバー。車爆発したら大事だからな。狙いづらい。うまく誘導できないか。下手したらこれ、ここの店落ちちゃうしな。あんまり前部分で戦いすぎたら、店の前だけなくなって、チェスト全部なくなっちゃうからな。まあ、多分、大丈夫だろうけど。でも結構いるな。万が一朝まで持たないなんてこともありえるからな。上がってきたりする可能性もあるしな。何体かは仕留めておかないと。やばい、足元いかれだした。危ない危ない。矢もなくなってきたし。危な。あ、こしって。右クリックか。足元行かれるな、やっぱ。この低さじゃ。そして矢が減ってきたぞ。全然減らない。減るどころか増えてやがる。ようやく死んだか、生きてる。こいつは厳しいな。やったか。あいつはやった。よし、ちょっと減ったぞ。あと1体、2体ぐらいか。矢がもう、6本しかないけど。あとこいつだけかもしれん。ライフまだ満タンか、あいつ。よし。外した。よし。外してしまった。やったか。最後の一発でやったか。危ない。静かになった。どうやらなんとか仕留め切ったようだ。危なかったぜ。よし、とりあえずじゃあこのままおとなしくしておこう。これ以上戦闘は厳しい。矢もなくなったしな。はい、朝になりました。無事に朝を迎えることができましたね。とりあえず木もないし矢もないしね。物資が食い物もないから、
集めに行こう。いろいろと。壁は、拠点は無事だな。カバンが落ちてるわ。お、やった。あれ、これ読めないの。これって手で読むやつか。手でしか読めなくなったのか。よし。さあ、まあまだ拠点は大丈夫そうだし。じゃあ周りの木とか集めつつだな。水の中にゾンビいるな。よし、まあとりあえず緑のやつとか全員死んだしな。いや生きてるし、緑のやつ生きてるし。水の中に生きてやがった。緑のやつがまさかの面倒だな。うわ、後ろにもいるぞ。あれ、緑のやつって消えなかったか。夜が終わって消えなかったかな。生きとるがな。消えはしないのか。放置でいいや、とりあえず。あんなやつ勝てないし面倒だからな。よし、じゃあちょっと離れながら物資集めるか。自販機でまずでも食料調達かな。でも自販機の缶詰じゃあれか、あまり良くないんだよな。食い物がな、なかなかトレーダーから完成品を買うのがまだ早いか。てかトレーダーどこだっけ。トレーダーこっちか。やばいやばい、ゾンビが。まあレベルも上げないといけないからザコは倒していこう。熟練度も上げんといけんし。ほらほら、ライフが見えてんのが本当に戦いやすい。よしよし、トレーダーのところまで来ました。小麦がいっぱい生えてるけど、なんかに使えたかな。レシピ覚えないとダメだったかな。小麦粉は作れそうだけど、すり鉢とすりこぎでパンぐらい作れるかな、スキルなくても。あとココナッツか。これヤシがあるぞ。ヤシが、ココナッツはそのまま食っていけるな。腐敗の確率 10% とか書いてる。え、腐敗すんのこれ。いつ腐敗するんだ。そのまま食っても最大スタミナ3か。まあ水分が5を回復する。レシピはココナッツウォーター。ちょっと1個作ってみよう。こっちの方がまだ水分量は回復しそうだな。とりあえず何でもいいから食えるもの、安全に食えるものがね、ちょっとでも回復できればいいんだ。ココナッツウォーター、ココナッツジュースだな。動物の森でもおなじみ。水分値しかでも回復しないか、これは。空腹値というか、スタミナは回復しないのか。直接食ってもいいのかな。この腐敗の確率 10% がちょっと怖いな。食中毒とはまた別か？別だよな。ちょっと怖いけどな。よし、まあいいや。とりあえず、何か。直接食える食い物。Good morning, survivor. ボイルドミートが売ってるな。あ、意外と売ってるね。まあ缶詰多いけど、卵も売ってるから、まあまあ。あ、野菜系も多いな。全然いけるな。生肉も売ってるぞ結構。あ、いけるいける。金さえありゃなんとかなるな。ゆで卵、コーンブレッド、かっこ健康って書いてる。健康3って書いてる。あ、ベーコンエッグだ。あ、いいね。とりあえずこの辺抑えるか。とりあえずシャムチャウダー1個、1個押さえるか。あとベーコンエッグだな。よし、 Thanks for the business. これで OK だ。あ、腐敗の確率 0% だこれは。よし、これでとりあえずの腹は満たされた。やっぱいいね、トレーダー。やっぱクエストか。クエストやってとりあえず金を、まとまった金を得ることが大事だな。荷物もすぐにいっぱいになっちゃうな。よし、じゃあ物資を集めながら、あっちの今受けてる宝探しクエストやるか。それが一番良さそうだな。砂漠で適当に集めながら行こう。でもすぐ森だな。
あ、これはさっきのあれか。町のとこが。あ、でかいぞ、この町。こっちの町でかいぞ。こっちの町に住みゃよかったな。こっちの町の方がトレーダー近いしな。早々ともう引っ越すか。うん。気づいてなかったもんな。最初こっち気づいてれば、こっちに住んだけど。どうだろう、でも。お、なんだ、びっくりした。豚か。急に豚が。豚か。借りたいところだが、ちょっと危険か。トゲで倒してもいいな。オッケーオッケー、豚を仕留めたぞ。ボーン支部、結構振るの遅いな。これこのモッドは昔の振り速度だったのか。めっちゃ振るの遅い。高速ナイフ振りじゃないな。よし、少し、5個か、少ないな。肉は5個しか取れない。あ、アラームが。そうか、アラーム鳴るのか。この世界では。牛もいるけど。ここはミサイルサイロみたいなとこだ。かなりでかい町だな。でも、こっち側にはあんまり広がってないのか。向こう側に、奥に、ここになんか川みたいなのがあって。ちょうどそこで分かれてる。というか、焼け森か。焼け森が入ってんな。ほとんど焼け森だな。マジか。やべえな。それは厳しいな。さすがに厳しいな。これは住めないな。残念ながら。でも若干森っぽいところもあるけどな。微妙だぞ。荒野か、これ。あそこのバイオームというか、あそこの、なんか、ロケーションだけか。森じゃないか。でかいな。かなりでかいな。この街。これは危険だな。危険が伴うな。どう考えても。いるな。これ行かない方がいい。確実に殺される。あ、狼もいる。危ない危ない。ああ、警官だ。危ない危ない危ない。ああ、木が。走ってる走ってる。走り警官がいるじゃないか、もう。危ない危ない危ない。荒野だ。荒野じゃないか、あれ。恐ろしい。なのも近づけないな。残念ながら。ここだけか。ここだけ中途半端な、なんかロケーションになってんのかな。ここも若干あれだしな。荒野っぽい土地だし。汚染エリアみたいな感じかな、一部の。ロケーションに、そういう風になっているのかもしれん。まあ、なかなか住みづらい、あの近くは。あんなが隣にいるのは嫌だな。てか、宝取りに行こうとしてたんだった。宝からだいぶ離れてしまったな。こっからこう、迂回して行ってみるか。危険が伴いそうだが。ん？怪しいぞ。ここも荒野だ。ダメだな。奥は全部荒野か。森なのは手前だけか、これ。え、荒野だな。これ完全に荒野だな。奥もまあ、若干普通の森の木が生えてるから、微妙に間になってんのかな。進めないな、これ。さすがに荒野は進めないな、この状態では。なかなか。スピードも遅いし。宝もおそらくじゃあ、危険なエリアにありそうだ、これは。これは取るに取れないぞ。やばい、緑のやつもいる。危険すぎる。アメフトだ。アメフトもいるぞ。危ない、危険すぎる。バレたらお堕物だな。このスピードで何もないエリアで逃げ切れるとは思えない。おとなしく引き下がろう。ここはこっちは危険だというのが。クエストがちょっとな、残念だな。クエストキャンセルして、あれか、やり直した方がいいか。探した方がいいかもしれない。それか、物を売って稼ぐかだな。自分の町でちょっと漁れるとこ漁るか。
そっちの方がまだ安全だな。あと石をあと少し集めれば最初のクエストが OK だから集めてしまうか、この昼間の間に。石もいっぱい必要だし、とりあえずじゃあ自分の町に戻りながら石集めよう。よし、あとちょっとで達成だ。なんかもらえたかな。よし、あ、いっぱいもらえた。マイニングヘルメットもくれた。やっぱ最初のクエスト大事だな。次はフラグストーンだ。まだ何にもつけてない、等しいから。よし、オッケーオッケー。まあやっぱクエストやりつつレベルを上げる方が賢明か。じゃあちょっと近場だな、近場訪れよう。まあここの墓場行ってもいいけど、モーテル行ってもいいしな。あの後ろはなんだ、ミニマーケットって書いてる。ミニマーケット、よし、ちょうど良さそうだな。ボロボロだけど、なんかミニマーケットに行こう。だいぶぶっ壊れてんな。ドリンクのやつがいっぱいありそうだ。ゾンビいないのかな。よし、飲み物も必要だ。ユッカジュース。後ろになんか物資ありそうだね。コンビニみたいな感じだこれ。お、水いいね。空瓶もまだまだ、宝珠もまだ作ってないからな。あとあれだな、レンチあるし、解体もちょっとしておこうか。車を解体してガソリンを手に入れておけば夜のね、ちょっとしたやつらを倒せる。ここにウォールセーフ。ピッキングもないし、ピッケルもないからな、きついか。ここも扉を開けるのが大変だな。あー、ゾンビが来てしまった。ほら、近づくんじゃねえ。よし、肌色の君あんまり近づかないでくれ。ピッケルだな。宝珠先に作るか。やっぱこの多分ビルダークエストで宝珠作れたんじゃないか。それだったらあれか、ビルダークエストをやっぱ達成するのが一番手っ取り早いな。コンクリとか今はいらんけど。よいしょ。ん？ゾンビか。お、来てる来てる。マイニングやろう。よし。この中にはゾンビいなさそうだけど、外にいっぱいいる。外のやつらが。さあ、食料ボックスとかないのかな。扉はちょっと後回しで。種別にいらないな。あ、こんなところにコンタクトグレネードのレシピ。最強アイテムと言っても過言ではないからな、コンタクトグレネードは。セメントを取ったところで今は何の役にも立たない。てか取れてないの、これ取れないのか。セメントじゃない、こっちがあれか。そうかそうか、逆だ。あっちがコボルストーンで、セメントはあのつぶつぶの方か。小分けにされてる方がセメントか。よいしょ。あんまなんもないな、この辺り。絵の裏はなんもなし。これ屋上に上がれるだけか。こっから屋上に上がってよってことね。あ、ハゲワシだ。ハゲワシだけ一体スタンバイしているわ、あそこで。箱の横に。ちょこんと座ってる。よし。一体だけかな。一体だけならいいが。
体だけっぽいね。よし、落とし穴か。物資も少ない。箱1個か。悲しいな。まあそんなもんか。食い物だったらいいけど、ベーコンエッグとか完成品だったらいいな。あーでもこれだよな。大体これだよな。これも食中毒になるからな。こっからあれか。なんかレシピで。これにしないといけないんだよな。いろいろ必要だから大変なんだよね。おっと危ない。よいしょ。こっちだ。ほら、よし。で、こっちはおそらくトイレか。あ、でもイグジットって書いてるな。外かこれ。開いた。あ、外だ。直接外だ。こっちかトイレは。あ、ないな。トイレないのか。トイレないわ。珍しいな。なんもないか。あとはあの、ウォールセーフぐらいか。よし、じゃあ一応ウォールセーフも開けてみるか。時間かかりそうだが。よし、ようやく開いた。中身は、あー、しょぼい。一枚の青い紙。しょぼ。時間かかった割に。そうか、そういえばダークネスはしょぼかったんだ。ダークネスの金庫類はしょっぱかったんだったな。そういえば、あれコインランドリーだな。バックパックあるかな。確かリュックがあったよな、コインランドリーで。まあコートとかも見つかるかもしれないし、先に行くべきだったな、コインランドリー。うわー、ゾンビが結構いるね。いっぱい出てきた。しかも通常タイプか。通常のちょっと強めのやつじゃないか。厄介だぞ。こっちはウッデンコンボしかないんだ。ストリッパー多いし。全部服洗ってんのかな、今。裸で待たないだろうな。よし、ちょっとでもあるものを使って。ほら。よしよしよし。危ない危ない。スタミナがきついな。ベーコンエッグ食うか。とっておきのベーコンエッグ。これしかないけど、食いもんが。ちょっと弓で応戦しておこう。さすがに数が多い。走られたら厄介だ。近くで。荷物もいっぱいだしな。よっと。このマイニング野郎が一番嫌いだからな。くねくねしてるから。まあファーマーもくねくねしてるけど。よっと。よし、よいしょ。スタミナを補充。ほら、よし、オッケー。よしよしよし、オッケー。カバン、食いもんくれ。あー、シャベル、スクラップアイアンか。そうか、スクラップ系のやつあったな。あ、豚だ、豚がいる。豚も狩りたいな。トゲ作ろうか。トゲをこの壁際に敷いて、こっから上から狙ってみよう、豚を。よいしょ。さあ来い。来た来た。いいぞいいぞいいぞ。作戦通りだ。よし、やったか。楽に倒せたな。わ、バイカーだし。バイカーか。トゲかけるか。バイカーは面倒だ。トゲ食らってもらおう。よし、当たらんかな。当たらんか。あ、当たった。一発。こっち来い。普通のバイカーだからな。
あ、バイクが2体。くそ。どこへ行く？どこへ行く？お前たち。勝て。回復してるぞ。バイクってヒーリング効果ついてたか。それともさっきのあれか、ザコナースか。あ、ザコナースが上から上がってきてる。そういうことか。お前たちがそっちへ行くのはそういう理由だったか。賢いな。だいぶ賢いぞ。上からの奇襲攻撃か。危ない危ない。くぅ、きついぜ。外したか。走らないな。こいつら走らなかったっけ。よいしょ。おし、カバンだ。いいね。おお、マチエテだ。マチエテ品質4だけど、まあでも今回コンボで行きたいからな。マチエテよりコンボを使いたいんだよな。早めに出たけどもコンボ系がいいな。早めに出たんだったらまあこっち使ってもいいんだけどな。結局この世界は熟練度がものを言うから、早めに出た武器をね、序盤からもうずっと使い続けた方が強いんだよね。よし、まあ運転コンボよりは強いな。使い勝手もやっぱいい。まあでもバット使いたいけどな。そうだ、豚だ。剥ぎ取り用に使うかこれ。贅沢だけど、マチエテを剥ぎ取り用に使うのは贅沢だ。まだゾンビいたっぽいけどな。出ていったのかな。裏口から出ていったか。絶対まだいるよこれ。絶対ここにもいるよ。いないか。あ、いないな。意外といない。外に出たやつがこっちに戻ってこようとしている。あ、いる。まだそこにいた。あ、意外と嫌はないな。危ない。ビジネス。後ろはビジネス祭りかよ。これ。マチエテブレード。今、リペアキットがないからな。こんなんで使い続けたら一瞬でお釈迦だな。うわ、危ない。後ろにもいた。あ、挟まれてる。いっぱいいるな。多いな。マチエテもでも直撃させないとあんまり効果はない。よし。やっぱでも音は気持ちいいね。マチエテの音ね。出血も与えれるしな。でもバット使いたいんだけどな。まあバットが見つからなかったらもうマチエテで行くか、ナイフで行くか。まあしばらくスキルはどっちも振らずに行くか。どの道熟練度上がらないと振れないしな。やったか。よし。これでなんとかクリアだな。ふう。お、いいね。ジェネリックだ。とりあえず物資を漁っていこう。服が見つかればいいんだけどね。あ、ロックピック2個使って開くことがなかった。ロックピック2個じゃやっぱ開ききらんかったか。さすがに。どうしようかな。ろくなもん入ってないだろうしな。今は、叩き壊すより、洗濯機を漁った方がいいな。服が欲しい。布もいいね。コート。ダスター1個ぐらい見つかるだろう。帽子。オーバーオール。おー、グラサンとかもね。グラサンを洗濯機に入れるやつってどうかしてるよな。絶対バリバリになっちゃう。また新手が来たぞ。そして近づいてきてる。あれ来てないな。どういった。なぜか回り込んできてる。ダスター、ダスターない。グラサンだ。メガネも欲しいな。インテリメガネか。お、ゴミの中からライフル、ライフルボンだな。
よし。いいね、やっぱ。まあ、この辺のやつは一旦いらんから。解体だ。全部解体じゃ。コート、まあ、コートだけ残しとこう。この世界、色もいったよな、確か。ペイントの色も多少なんかに使ったんじゃないか。洗濯機はまた全部レンチで解体しないと。お、ダスターだ、やった。オッケーオッケー。とりあえずダスターあればなんとか。暑さ系はなんとかいけるか。砂漠でもなんとかいけそうだな。あとはリュックだな。リュック1個ぐらい来い。あ、フットボールヘルメット。1個ぐらいリュック来るでしょう。から。布か。一個もリュックなかったらやばいぞ。リュックシステムあるよな。ないな。リュックなくなったのかな。探索では見つからないとこかな。作らないといけないのかな。グラサンだ。グラサン多いな。インテリメガネも来ないな。バンダナ、まあ、布切れはこれで山ほど集まるな。いらない服を解体して、うん、でもないな。リュックとかその他のものが。ダスターも1個だけか。布ばかりだ。包帯には困らないだろう。あ、ダスター。あ、メガネ。よし、インテリメガネ来たな。インテリメガネかけとこう。まあ、あとは本当にリュックがあればいいな。ないかも、これ。あ、ポンチョ。もうないな。最後。残念。空でした。リュックは出なかったな。フィッシング。釣りはこの世界できないよな。確か。うん、この世界は釣りは対応してないんで。残念ながら。よし、荷物整理完了。一応トイレも見ておくか。あ、大したもんはないだろう。うわ、いた。びっくりした。まだ嫌がったか。こいつはもう置いとこう。起きないんだったら置いとこうも。よし。さよなら。とりあえずメカニカルはまた必要な時に集めるか。ちょっとだけ取っとくか。メカニカ取れたよな。メカニカ取れるな。ちょっとだけ取っとくか。今のうちにっていうのもあるな。また必要な時に来たら敵が再設置されてるかもしれんしな。今取れるうちにじゃあ取ってしまおう。少しちょっとスタミナが全然ないからこれぐらいにしとこう。全然解体できないや。新手もまた来たっぽいしな。車1台ぐらい解体しとくか。スタミナきついな。よっと、ほら、なんとかスタミナを増やさないと。食いもんだ。よし、一旦じゃあ家に帰ろう。はい、拠点に帰ってきました。とりあえずもう録画時間が結構今回長くなってしまったからな。思いのほか時間食ったな。これぐらいにしとこうか。あんまり何もできてないけど、まあ序盤はこんなもんか。あ、落ちちゃった。とりあえずここを修復ちょっとしつつ、もう夕方だけど次回はクエストか。このクエスト、拠点を作るクエストをちょっとやって強化しようか。で、序盤のね、ところをまた整えていきましょう、いろいろ。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。